GPT-4 の5倍とも言われる。これがね、個人的にはめっちゃおもろいんです。YouTube 動画でもトレーニングしてるみたいな話があります。GPT-4 をもしかしたらジェミニが超えるかもしれないけど、じゃあ今度はこのジェミニをまたさらに GPT-5 とかそういうのが出てきて超える可能性があるという。はい、ということで今日の動画なんですけども、今日はGoogle の新しい言語モデル、Gemini というものがあるんですけど、それが間もなくリリースされるという報道があったので、ちょっとそれ触れていこうかなと思います。まあ一部の報道ではね、ChatGPT の GPT-4 の5倍とも言われる、期待の言語モデルということで、結構ね、注目が集まっています。で、ChatGPT がリリースされてから、結構ね、ずっと劣勢に立たされていた Google なんですけども、今回のこの Gemini で、まあついに ChatGPT を倒すかもしれないということで、はい、今日はね、この Google の Gemini について解説をしていこうかなと思います。で、最初にですね、まあ、ChatGPT と Google の争いを時系列で簡単に紹介していこうかなと思います。まあ、本題はその新しい言語モデル Gemini が何なのかっていう話なんですけど、まあ、そこに至るまでの戦いみたいなのが結構面白いので、これをね、かいつまんで紹介していこうかなと思います。これがね、個人的にはめっちゃおもろいんです。で、まあ、さっきも言ったんですけど、天下の Google、まあ、大企業 Google がですね、ChatGPT のリリースからかなりずっと劣勢状態にいました。まあ、2022年11月30日に ChatGPT がリリースされたんですけど、もうそれがとんでもない衝撃だったわけです。まあ、僕もね、AI みたいなものを、まあ、今までも触ったことあるんですけど、なんだかな、みたいな感じだったんですけど、この ChatGPT はほんまにすごいと。もう AI が返してるとは思えないほど自然な文章で返してくるし、こっちの言ってることも理解できるということで、まあ、世界中に衝撃を与えたわけなんですけども、それ11月30日の出来事で、で、12月の24日ですね、ここに、の時に、Google が Code Red というものを発令しました。これ非常事態宣言ですね。まあ、とにかくやばいと。このままだと Google やばいんじゃないかということで、まあ、Google が、まあ、初めて Code Red というものを出したというのも話題になりました。はい。まあ、要するに ChatGPT が、まあ、検索エンジンのビジネスモデルに脅威を与える可能性があるということを判断してCode Redを出したということですね。で、なんでかっていうとですね、そもそも Google の収益構造って大部分が広告収入なんですよ。これ今でもそうなんですけど、まあ、これマイクロソフトとかそういうところとの違いですね。まあ、大部分が広告収入に頼っていますと。なので、ChatGPT をみんなが使うようになってしまうと、Google の検索エンジンが使われなくなってしまう。で、Google の検索エンジン使われなくなると、当然広告収益減るわけなんで。だからCode Redにつながっていくということなんですけども。はい。そんな ChatGPT に対抗するために Google は Google Bard というものを3月にリリースしました。2023年の3月ですね。まだこれ今年のことですね。はい。最初は、当初英語だけだったんですけど、今は日本語の方も対応して展開してるんですけど、そっちの日本版の方は5月にリリースされました。まあ、とにもかくにも Google Bard っていうのが3月にリリースされたんですけど、結果を言えば、まあみんな世界中期待していたんですけど、まあ惨敗でした。もうChatGPT の足元にも及ばないということで、世界中がほんまにがっかりしました。何これみたいな。まあすごいんですよ。その今までのものと比べるとすごいんですけど、ChatGPT があまりにもすごすぎたせいでですね、まあ Bard がとっても大外れで、まあ残念な感じだったんですよね。で、同じぐらいの時に OpenAI は、まあ GPT-4 っていうのをリリースしまして、まあそれがもうとにかくまたすごかったんです。世界中がほんまに驚きました。まあ GPT-3.5 っていうのがね、もともと ChatGPT が出てきた時の言語モデルなんですけど、それもすごかったんですけど、それよりもとんでもないもの、GPT-4 がね、とんでもない性能をしているものが出てきてしまったわけですよ。そんなに時間経たず、数ヶ月のうちに。はい。まあ GPT-3.5 ってね。まあすごいんですけど、言ってもこう文章のレベルとかまだ低かったりとか、まあちょっとおバカなところがあったりしたんですけど、GPT-4 はなんとね、こう弁護士の試験に合格するぐらいの性能を持っているということで、まあ一気にこう AI の進化っていうのが進んで、いよいよこれはシンギュアリティの始まりなんじゃないか、みたいに言われたりもしました。はい。まあただね、それを Google が黙って見ているわけないんですよ。まあもちろん Google も、いろいろやっているわけなんで、まあ、腐っても天下の Google です。はい、2023年5月に Bard の言語モデルを、まあ、もともとラムダっていうものを使っていたんですけど、それを PaLM2 に変更しました。中の言語モデルね、変更したんです。まあ、それによって Bard の性能っていうのが一気に向上しました。まあ、これもね、すごかったですね。まあ、ラムダだった時はひどかったんですけども、PaLM2 になって、まあ、いろんな言語で対応できたっていうのもありますし、あと、文章の性能っていうのももう比べ物にならないぐらい上がりました。で、さらにね、この前も動画で話したんですけど、Bard がアップデートされて、まあ、Google の他のサービスと連携できるようになったり、まあ、YouTube とかね、その Google ドキュメントとかいろんなものと連携できるようになったりとか、あとは Google 検索を利用したダブルチェックの機能みたいなのが実装されました。これもね、かなりすごいものなので、まだね、知らない人はぜひ過去動画見てください。本当にすごいです。まあ、この辺はね、さすが世界の Google ですね。まあ、資金力とか技術力もある企業なので、まあ、本気を出してものすごい勢いで AI を進化させているということで、まあ、ここまでが、まあ、補足説明的なものですね。まあ、ジェミニに至るまでのオープン AI、チャット GPT と、まあ、Google との戦いなんですけども、ここからが今日の本題で。そんな中、Google が PaLM2 に代わる新しい大規模言語モデルですね。通称 LLM と言われるものなんですけど、まあ、そこで、ジェミニというものを作っているんですけど、まあ、それが近々リリースされるっていう噂が出てきました。まあ、このジェミニがね、とんでもない可能性を秘めた言語モデルなので、まあ、ここからはジェミニの話をしていこうかなと思います。まあ、世界中をひっくり返すんじゃないかと期待されているジェミニなんですけども、これさっきも言った通り、Google が開発している大規模言語モデルですね。で、その性能がなんと GPT-4 を超えるんじゃないかという噂があります。まあ、正確に言うと Google っていうか DeepMind が開発しているらしいんですけども。で、DeepMind って聞いてもね、AI に詳しい人だったらもしかしたらピンとくるかもしれないです。AlphaGo とか開発した会社ですね。これ2014年に Google が買収しているんですけど、AlphaGo ってもともと囲碁の、AI ですね。まあ、Go なんですけど、もともと、プロ棋士に初めてこう、勝った AI ということで話題になりました。これ2015年ぐらいの話なんですけど。で、この AlphaGo で使ったようなね、強化学習と、まあ従来の LLM の学習を組み合わせた新しい手法っていうので、ジェミニを学習させて、まあその GPT-4 を超えるような性能のものを作っているというふうに言われています。ただ、まあこれからジェミニの話をしていくんですけども、結構ね、ジェミニの情報って少ないんです。まあ結構ていうかめちゃめちゃ少ないです。最初にジェミニが発表されたのって、2023年の5月に、開催された Google I.O. っていう、まあ、開発者向けのイベントなんです。これ Google が主催しているでかいイベントなんですけど、まあ、その中で、まあ、さっき言った Google Bard の、アップデートですね。まあ、言語モデルが PaLM2 に変わるとかいろんなニュースがあったんですけど、その中に、この新しい大規模言語モデル、ジェミニというものを開発しているっていうのが公式で発表されたわけです。何？もう新しい言語モデル開発しているの？みたいな話になったんですけど、それ以降ね、Google としての、公式発表っていうのはないんですよ。まあ、ないはずです。ちょっと終えてないだけなのかもしれないので、もしそういうのがあったら教えてほしいんですけど。まあ、でも、まあ、今回ね、まもなくジェミニがリリースされるみたいに発表されていたりもするので、まあ、その辺の、まあ、あくまで噂レベルのものではあるんですけども、まあ、結構ね、興味深いものなので、せっかくなので紹介しておこうかなということで、まあ、ジェミニについてね、現時点で分かっていることっていうのをまとめて話をしていきます。はい。ということで、まあ、ジェミニなんですけども、とりあえず、ジェミニの特徴として、マルチモーダルということですね。まあ、これ、GPT-4 でもマルチモーダルということが言われているんですけど、マルチモーダルって何かっていうとですね、まあ、要するにテキストみたいなものだけじゃなくて、画像とか音声とか動画とか、そういうものを扱えるものをマルチモーダルっていう言い方をします。はい。で、まあ、2023年5月に初めてジェミニっていうのが Google から発表されたんですけど、その5月の発表の時点で、まあジェミニはまだ初期の段階だけど、以前のモデルには見られなかった優れたマルチモーダル機能がすでに確認されているっていうことをまあ言ってるわけですよ。まあだから性能がすごいよっていうことを言っています。はい。なので、まあテキスト生成とかそういうものだけじゃなくて、マガドン生成とかね、まあそういうものっていうのもできるようになっているということで。なので、まあ単にね、今までみたいに、こう画像をアップロードして分析したりとか、グラフとか表を生成するみたいな。まあそれは別に今でもできるわけじゃないですか。チャット GPT とかでも。でもそういうものだけじゃなくて、ミッドジャーニーとかね。まあそういうもの。まあそういうので作ったような、こう画像みたいなものもできるのではないかと言われています。あと、言われていることとしてはですね、YouTube 動画でもトレーニングしているみたいな話があります。はい。まあ、YouTube 動画ね、めちゃくちゃ動画上がりまくってるわけですけど、世界中で。まあ、そういう書き起こしというもので学習していると。まあ、もともと YouTube 運営しているのは Google なので、まあ、そのデータを引っこ抜いてきて学習させるっていうのはわけないわけで。はい。で、まあ、YouTube だけじゃないんですけどね、Google って、まあ、そもそも巨大な、世界一の検索エンジン持ってるわけなんで、まあ、とにかくとんでもないデータ量を保持しているので、まあ、そのデータを使って、まあ、とんでもないね、高性能の言語モデルを作っている。で、今、ジェミニで分かってるところで、2023年秋ですね。まあ、この辺にリリースされるんじゃないかという話があります。ただこれ全く確定情報じゃないので、あくまで噂程度だと思ってください。まあ、実際にはもうちょっと遅いのか、まあ、冬になるのか、もしかしたら来年になるのかとかは分からないですけど。まあ、でもとにかくジェミニっていうものがもうすでに作られていて、結構とんでもない性能だっていうところまでは分かっていると。まあ、この辺までは Google も言っていることなのでね。なんか一部企業にはテスト的に提供されているみたいな話もあったりするので、まあ、結構ね、個人的にはうん。まあ、願望的なところもありますけど、まあ、早く出てきたらいいなというのは思っています。あと、ジェミニはね、PaLM2 みたいな様々なサイズで提供されるということも、まあ、言われています。まあ、PaLM2 ね、いろんなサイズがあって、ゲッコー、オッター、バイソン、ユニコーンっていう、まあ、4つのサイズがあるんです。で、まあ、いろいろと、文章生成って複雑な処理なので、そういう複雑なものを、高性能な感じでね、やろうと思うと、精度高めようと思うと、どうしてもサイズが大きくなっていくんです。パラメータ数が増えていくわけなんですけど、パラメータ数が増えると、どんどん規模が大きくなって、容量増えて、計算量も増えていくと。要するに、高性能なパソコンとかマシンじゃないと動かなくなっていくんですけども。そういうサイズがいろいろ用意されているので、だから、スマホとかね、そういうモバイル機器みたいなところで、そんな大きなものを動かせないので、一番ちっちゃいようなモデル。月光っていうのが一番ちっちゃいんですけど、この月光っていうのを使うとスマホとかでも十分に動くようになっているという感じで。そうやって、サイズが4つ展開されているんですけども、Geminiもね、同じように、いくつかのサイズで提供される予定ということですね。はい。ということで、Geminiの詳細はね、Google 未発表なので、全然正確な情報ではないんですけど、ただ Google としては、その GPT-4 を超えたいって絶対に思ってるわけじゃないですか。もう、おせおせでずっと劣勢に立たされているわけなんで、ここらで逆転したいと思っていると。で、もともと技術力はピカイチで、資金力もピカイチで、で、Google もね、所有しているデータは膨大にあると。そもそも検索エンジン運営しているし、YouTube 運営しているしっていうことで。で、そのデータを使って学習させることができるので。なので、Google がね、今後出す言語モデルが、今のチャット GPT の GPT-4 を超えてくる可能性っていうのは全然十分あるんじゃないかなと思います。というか、そもそも元々の技術作ったのは Google なので。忘れてはいけないんですけど、GPT-4 が一番ね、すごいと言われているんですけども、その GPT-4 って、ジェネレーティブ・プリトレインド・トランスフォーマーの略で GPT なんですけど、そのトランスフォーマーっていうものを発表したのはもともと Google です。このトランスフォーマーっていうのがめっちゃすごくて、今この生成 AI とかが進化しているんですけど、で、今の言語モデルってほとんどが、トランスフォーマーベースで作られてるわけですよ。そのぐらい優秀なんです。この元のトランスフォーマー作ったのは Google なんで。だからもともと Google が、発表したものを使って、OpenAI がその GPT シリーズ、GPT3.5 とか GPT4 とか作って、チャット GPT とかをやってるわけなんで。はい。なんで、Google にはね、資金力とか、技術力とか、人脈とか、その辺のリソースっていうのが、ほんまに膨大にあるので、もともと AI の世界では最強の企業で、最近ね、チャット GPT に押されがちで、なんか後手後手に回っていたイメージはあるんですけども、でも、Bard もね、かなり進化してきていて、最近だったら、チャット GPT が画像認識とかできるようになったりとか、ブラウジング機能もね、最近復活したんですけど、Bard の方はね、もともと検索エンジンを使って回答してくるとか、あとは画像認識みたいなのもチャット GPT より早くできるようになってるんで、結構ね、その辺っていうのはバチバチやっているので、お互いにね、やり合っているところなので。なので、今押されがちですけど、Google がこれから逆転する可能性っていうのは全然あるんじゃないかなと思います。個人的な願望もありますけどね。Gemini には GPT-4 を超えてほしいですよね。いや、GPT-4 ほんまにめっちゃすごいんですけど、でもこれが限界かって言ったら多分そんなことはなくて、もっともっとすごい言語モデルっていうのはできるんじゃないかなと思うんでね。はい。だから仮に、Gemini が GPT-4 を上回るようないい言語モデルであれば、当然それがBardとかいろんなところに組み込まれていくはずなので、しかもそれを使えるわけじゃないですか。この辺も面白いんですけどね。OpenAI って結構チャット GPT プラスだけで開放する機能が多いんですけど、Bard の方って、その無料ユーザーも全部一律で開放していくんですよね。てかそもそも有料版みたいなのはないんですけど、これなんでできるかっていうと、やっぱり資金力とかいろんなところが違うからですよね。Google お金があるので無料ユーザーに全部開放したって大丈夫なんですけど、OpenAI ってそもそも、大きいし資金も集まってるでしょうけど、でも言うても天下の Google に比べたらね、小さい会社なので。だからそういう無料ユーザーまで全部開放するっていうのがなかなか難しいので、チャット GPT プラスとか、あとはチャット GPT エンタープライズみたいな、企業向けプランとかね。そういう有料のユーザー向けに一部開放していくしかないんですけど。はい。余談ですけどね、その辺の話は。はい。ということで、Gemini が出るという噂があるので、それがね、本場なのかどうかっていうのは楽しみに待ちたいんですけど、次に楽しみなのは、OpenAI 側の動きですね。今回、GPT-4 をもしかしたら Gemini が超えるかもしれないけど、じゃあ今度はこの Gemini をまたさらに GPT-5 とかそういうのが出てきて超える可能性があるということでね。はたまた、もしかしたら Gemini を超えられずに、今のね、チャット GPT よりもみんながBardを使うようになる時代っていうのが来るかもしれないので、どこがね、覇権を握るのかっていうのはこれからも楽しみですね。はい、ちなみに今回の件、とは、直接関係があるわけじゃないんですけど、最後にね、最新の AI ニュースということで、先日、Google とかに並ぶ、世界的な企業ですけど、Amazon が AI のスタートアップ企業、アンスロピックに5940億円出資するっていうニュースが流れました。これね、結構びっくりしたんですけど、アンスロピックってね、今まで動画でも何回か名前は出したことあるんですけど、クロードっていう AI ですね。あれを作ってるのがアンソロピックですね。まあ、そこに、その Amazon が、まあ結構巨額の出資があったということで、まあ当然ね、その辺のクロードとかの AI も進化していくことになると思うので、だから、チャット GPT なのか、Bard なのか、それともクロードなのか、はたまた全然違う AI なのか、まあどこが覇権を握るのかっていうところで、まあ AI 業界の主導権争いっていうのがさらに白熱していくので、まあ今後もね、その辺に注目して何か新しいニュースがあったら動画でお伝えしようと思うので、ぜひこれからも動画を見ていただければと思います。ということで、今後も最新 AI についてどんどん解説していこうと思うので、よかったらチャンネル登録してください。あと、無料で参加できる AI の最新情報を学べるコミュニティ AI ラボをやってます。メンバー数がね、もうすぐ3000人を超えるので、よかったらこの機会に入ってください。メンバー同士で AI の最新情報を共有したり、質問相談したり、交流などできるコミュニティなので、お気軽に入ってください。初心者でもね、AI にちょっとでも興味ある人でも入ってください。別にその厳しいコミュニティではないし、ノルマも何もないので、まあ見てるだけでね、なんとなく勉強になると思うので、スラックでやってて誰でも無料で参加できるので、初月無料とかじゃなくてずっと無料で参加できるので、よかったら入ってください。ちなみに、僕がね、どこで AI のその最新情報とか勉強してるのって言われるんですけど、まあ SNS とかも多いんですけど、この AI ラボっていうコミュニティは結構多いですね。その AI の感度高い人多いので、だからこんなニュースあったっていうのは結構、そのコミュニティの中でシェアしてくれるので、僕もね、それを見て、あ、こんなニュースあったんだ。じゃあ動画で取り上げようみたいなこともあったりします。はい。ということで、今日の動画はこれで終わりにしようかなと思います。では、ありがとうございました。ジェミニ楽しみですね。近日公開予定の動画です。気になる方はチャンネル登録してね。ブログノウハウをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。はい。ちなみにタイトル回収からしておきましょう。メリルがステマ規制に対応と書いたんですけども、まあ、うちで作っているテーマ、メリルっていうね、テーマを作っているんですけども、そのテーマがステマ規制に対応しました。まあ、広告の表記ができるようになったので、まあ、ぜひね、メリルを使っている方は、アップデートしてもらって、テーマを最新版にしてもらって、それで、まあ、広告の表記をしてやってください。まあ、こう文章で表示するのか、PR とか広告って表示するのか選べるようになってるんで、まあ、どっちか好きな方を選んでもらってという感じで。まあ、どっちがいいのって言われたら、それ安牌の方は文章ですよ。ちゃんと、この記事には、広告、アフィリエイト広告含まれていますみたいに書く方がいいです。ただ、まあ、その辺はね、広告主のさじ加減なんでわからないです。正直、アフィリエイトの場合は。どうやったらステマ規制のね、対象外になるかというか、ステマ規制の対応ができるかって、もう誰もやったことないことなんでわからなくて。ただただ PR とか広告って表示するだけで OK な場合もあれば、そうじゃない場合もあると思うので、もうそこは何とも言えないし、責任持ってないんでね。じゃあこれでいいよって言って、やって、もし何かあった時に、何かしてあげられないので、まあ一応自己責任という感じにはなってしまうんですが。でもなんやかんや最後までいろいろ調整しましたね。ステマ規制のやつ。いや、これだと多分言われるだろうみたいな。デザイン性的にはこっちのがいいんだけど多分言われるからじゃあやめようみたいな。まあ例えばフォントサイズとかもそうなんですけどね。フォントサイズもあんまり大きいよりもちっちゃい方がいいんですけど、これ多分ちっちゃいとね、言われるんですよね。他の文章よりもフォントサイズ小さいんじゃないかって。まあ言われる可能性があるというだけなんですけど。なので、まあそういうのをやりたい方は個別になんか CSS 調整してもらうかしてデザインを調整してもらって、まあテーマの公式としてはね、なるべく安牌な道の方がいいだろうということで、まあそういうフォントの色を薄くするとか、フォントのサイズを小さくするみたいなのはやらなくなりました。はい、という感じで、まあメリルのお知らせですね。まあそれに関してはコミュニティの方にも書いてるんで、メリルの購入者限定コミュニティにも書いてるので、まあそちらを見てもらったら大丈夫かな。ゆかちんさん、今日メリルの広告表記、表示設定しました。ありがとうございます。よかったです。何やかんやギリギリになってしまったんですけど、まあ設定自体はもう一瞬で終わるので、とりあえずね、広告表記自体はすぐにできると思うので。今日は学長がリベ限定ライブやっているくらいかな。あ、今やってるってこと？朝も配信やって、夜も配信やるって、めっちゃすごくないですか？うん。マジ配信のために生きているぐらいの勢いですね。すごいわ。そこまでの、あれは難しい。ブログ関係ないですが、マイナンバーカード作りましたか？マイナンバーカード作りましたよ。マイナポイント申請期限が9月末だった気がして、今から急いでやろうとしてました。マイナンバーカードはね、便利ですよ。持ってると。非常に便利です。なんか保険証も、今マイナンバーカードでいけるみたいな、なってますよね。そんな感じでどんどん統合されていくんで、マイナンバーカード1個持ってりゃなんとかなる時代が、数年ぐらいで来るんじゃないですか。たまにマイナンバーカード作らないっていう、ストロングスタイルの方もいますけど、まあ、あんまり意味ない気がしますね。そのマイナンバーカードを作らないことでマイナンバー割り振られないとかだったらいいんですけど、マイナンバーカード作らなくてもマイナンバー自体は割り振られると思うので、ってなると、カード持ってるか持ってないかで自分が不便なだけですけどね。まあいいんですけど別にその人が不便なだけなんで、僕関係ないけど。うん。なんかセキュリティ怖いからみたいなこと言う人がいますけど。自分が持っても持たなくても同じじゃないかなとは思いますね。ああ、確かに。マイナンバーカードで確定申告もできるんですね。いや、いろんなことができるんで。いや、絶対便利だと思いますけどね。なんか持たないって頑張ってる方は、何を頑張ってるのかぜひ教えてほしいですね。そんなに、かたくなにマイナンバーカード持たないって頑張ってる人。持ちゃいいのに。マイナカードかたくなに拒否する人の気持ちがよくわからない。いや、そうですよね。僕もわからない。マイナカード便利だと思いますね。コンビニで住民票とか証明書出せるのは便利ですね。あ、便利便利。めっちゃ便利、あれは。マジで今まで市役所ですか？なんかそういうとこまで取りに行ってたのが、印鑑証明とか住民票全部取れますもんね。セブンイレブンとかで。めっちゃ便利。あのためだけに取ってもいいぐらいですね。ああ、わかる。そのマイナンバーカードをかざして認証して、それ取らないと先に進めなくなって取り忘れを防止する。いや、めっちゃいいと思う。確かにそうなんですよね。最初に横のとこに置いて、取らないと先に進めないんですよね。素晴らしいですね。確かに。そういう仕組みはいいですよね。なんか、いくらね、音を鳴らして気をつけろって言われたところで忘れる人は忘れるんで。親の介護申請もマイナカードでできたし、わざわざ役所に行く必要ないの、ほんと助かる。うん。そう、マイナンバーカードできてから、なんかその市役所行くみたいなことほんま減りましたね。前までは住民票だなんだって、なんやかんや市役所に行く用事ありましたけど、今ほんまになくなりました。ほぼ行かない。なんか引っ越しをしたとかそんなんじゃないですか。マイナカードもちゃんとした政府が運用するならいいけど、今の自民政権は何も信用できない。まあでも、結局カード持ってようが関係ないですからね。カードをもらおうがもらわなかろうが、マイナンバー自体は振られちゃうので、ただただ自分が不便なだけですけどね。まあマイナンバー自体をやめてくれっていうのはまあわかるんですけど。副業解禁の流れですが、経営者の本音は、俺の会社にフルコミットしろや、と思っている人が多そうに、会社員的には思えます。実際どうでしょうか？どうなんですかね。まあ、そうやって思ってる人もいるとは思いますけど。まあ、難しいとこじゃないですか。その会社にフルコミットして給料上げてあげられるんだったらそれでいい気がするけど、でも多分そんな会社はフルコミットしたところで給料上がらないですからね。まあでも副業をやることでね、なんか本業の方がおろそかになるとかはもちろんダメだと思いますけど、でも、副業をやってスキルアップして本業の方にもそれが生きてくるとかだったら全然いいんじゃないかなとは思いますね。いや、どうなんだろう。まあ難しいですよね。でもその辺って。まあなんか一概に副業をやった方がいいとも言いにくいし、その副業 NG にする方がいいとも言えない。確かに副業をやることによるメリットってたくさんあると思うんですけど、でもデメリットもあるわけで。なんかそれこそリモートワークとかもそうなんですけど、ね、その、働いてる人的には多分リモートワークってめっちゃいいじゃないですか。出社しなくてもいいとか。その家にいながらできるんで。まあ言ったら動画見ながら仕事したってわからないわけじゃないですか。だから楽っていうのはあるんですけど。まあでも結局そうですよね。その人が周りにいないとサボっちゃうみたいなのがあるわけで。そのリモートワークで、通勤時間がいらなくなって生産性が上がるみたいなのもあれば、人がいなくなって、まあ集中力なくなって生産性落ちるみたいなのもあるので。だから自分一人で生産性を保つってめっちゃ難しいことなんですけど。でも、やっぱそういうふうに楽だからそういうふうにしたいっていう人も多くて。まあ、うちはそもそも最初からリモートなんですけど、まあ、フルリモートですけど、だから難しいですよね。なんかその生産性を落とさないっていう前提で、フルリモートにするとかだったらいいけど、じゃあ、フルリモートにして生産性落ちてないですかって言ったら、ただ聞きは落ちてないって言うでしょうけど、実際には、ね、その、眠たい時にじゃあ15分とか30分寝たってわからないし、動画見ながらやってたってわかんないし、っていうので、生産性落ちてる場面も多いのかなと思うので。だからほんま一長一短だと思います。その辺がちゃんとコントロールできる人はいいんじゃないかなと思いますけど。まあ実際のところ難しいとは思いますけどね。副業をバリバリちゃんとやりながら本業の方をガンガンやって、ね、お互いこう、副業と本業の方で相乗効果出しながらこう生産性上げていくって。なかなかそんな、みんながみんなできるとは思わない。まあ要は一部の優秀な人はそういうこともできるでしょうけど。なんか言ったらどっちかっていうと指示待ちというか。まあ言われたことをやっていたいみたいな人には向かないとは思いますね。てかそれができる人はね、結局自営業になれる人なんですよね。今の会社はどうなんですかね。皆さんの勤めてるところは、副業 OK なのか NG なのか。副業解禁なんで OK なところも増えてきてると思いますけど、まだまだそうじゃないところも多いんですかね。私の会社では、企業での副業は OK でした。へえ、素晴らしい。いいですね。一件も発生していない弱小婚活系のブログですが、代理店の方からプロモーションというお問い合わせが来ました。特短交渉もできる。見つけてもらっただけ進歩したと喜ぶべきでしょうか。まあそうですね。全然喜んでいいんじゃないですか。まあ誰にも見つからなかったら、どこからも来ないわけなので。とりあえず何か連絡が来たというのはいいことだと思いますね。最近、議会と市長のバトルで話題になっている広島県の、なんて読むんですか？高田市。ご存知ですか？いや、知らない。読めないぐらいなんで知らないですね。市役所職員の副業を解禁するってニュースになってましたね。制限付きですが、公務員も副業できる時代ですからやったもん勝ちですよね。ああ、なるほどね。まあでもそれは、公務員も副業できるようになりますよね。だって今、それこそ、こう、投資とかしようみたいな流れになってますけど、公務員だけ解禁しなかったら、じゃあ公務員どうすんねんってなりますからね。その分公務員の、その給料を上げられるのかって難しいじゃないですか。みんなが副業とか投資して、まあ投資は別にあれか、公務員でもいいのか。まあ副業していく中で、ね、副業の収入5万、10万上がりましたとかってなってきたら、じゃあ公務員も5万10万上げられるのかって上げられないわけで。だからまあ公務員も結局副業を解禁するしかないと思いますけどね。まあでも公務員こそ副業を解禁するべきだと思いますけどね。なんかそれは公務員ってそこまでね、普通のサラリーマンに比べると残業とかも多くないじゃないですか。まあそら職場によるとは思いますけど、残業とかそんなにない人もいると思いますし。あと結構特殊だと思うんですよね、公務員って。なんか対外的な関係とかっていうのが少ないと思うので、他の職に比べて。だからいろんな世界を知るっていうのは大事なことだと思うので。だから公務員こそ副業解禁していろいろやらせるといいんじゃないかなとは思いますね。でもこの動画を見てる人は、この配信見てる人は大体ブログやってると思うので、ブログやら何やらで副業やってると思うので、そういう意味では、なんか世間よりもだいぶ前進というか、一歩リードしてるとは思いますね。公務員が副業解禁したらお金的には最強ですが、公務員以外の価値観とのギャップが激しいですね。まあでもそうですね。まあでもなんかそれがいいんじゃないですか。いろんな価値観を取り込めるというか、いろんな価値観に触れられるっていうのは大事なことだと思いますね。美容サロンのオウンドメディア作っていますが、悪戦苦闘しながら頑張っています。高橋さんの本買いました。ありがとうございます。中地さんはアダルトブログやりましたか？アダルトブログ？あ、でもアダルトアフィリエイト的なのはやったことありますよ。もうめっちゃ前ですけど。15年ぐらい前かな。そう、アダルト系のやつ。なんかそんなね、えぐいアダルトじゃないんですけど、やったことあります。何でもやってます、大体。まあそれはあんまうまくいかなかったですね。やめちゃったんですよね、多分。あんまり覚えてないけど。そんなに稼げなかったし、まあいっかと思って、割とすぐやめちゃったんで。だからなんかそんな全然稼げたりはしなかったですね。うさぎさん初コメです。ありがとうございます。中地さんの YouTube 見ててブログに興味持ったんですが、パソコンも今から買うレベルでもともとパソコン苦手です。苦手克服のためにもやってみようかなと思ってますが、めちゃくちゃ不安です。でもいいと思いますよ。全然お勧めします。まあもちろん、めちゃくちゃ大変だと思いますけど。でも結局失敗したところでリスクなんてないのでね。いろんなことをその過程で勉強できるし、ダメならダメで、あ、ダメだったんだなっていうのがわかるから、全然いいんじゃないかなと思いますね。ちなみにそんな人いっぱいいますよ。マジで。ほんまにめっちゃ苦手な人、パソコン苦手な人ってめちゃくちゃいっぱいいるので。だいたいそういう人も何年かやってるとそこそこできるようになるので。全然問題はないですね。大変だけど。ど素人のうさぎです。勉強だと思ってやってみます。今パソコンから逃げたら一生原始人のままなんでめちゃくちゃ大変。覚悟します。いや、大変だと思います。いや、どのくらいのレベルかわかんないんでね。パソコン苦手っていうのも。意外と苦手っていうけど、できるパターンもあれば、ほんまに苦手なパターンも人もいるんで。だからパソコン起動するのに Apple のロゴを押しちゃうみたいな。そういう人もいたりするんでね。だからどのくらいのレベルなのかはわからないけど。まあでも、ね、お金稼ぐってやっぱ大変なことなので、なんか、こんなに大変なのかっていうのが分かるだけでも前進な気がしますけどね。自分でお金稼ぐって大変だなっていうのが分かるだけで。まあ、それこそ本業の方の仕事をもっと頑張ろうと思うかもしれないし、なんかもっと自分に合ってる副業を探そうって思うかもしれないし、なんか次の行動のきっかけになるので。仮想通貨していますか？私は怖くてやっていません。今は全然やってないですね。まあ、あまり仮想通貨の盛り上がってないんでね。去年、一昨年ぐらいはやってましたよ。まあでも去年の仮想通貨のやってだいぶ損したので、一昨年ぐらいは儲かってますけど。だから全然やってない。まあもともとそんなに興味ないっちゃ興味ないんですけど。まあお金を置いとくなら仮想通貨にしとくかって仮想通貨にしたぐらいなんで。今は全然持ってないです。中地さんこんばんは。以前に酔っ払ってコメントしていたらアンチが乱入みたいな感じで動画をアップされてしまったものです。はい。ありましたね。ありました。自分自身ではアンチのつもりは全然なかったんですが、アンチと思われるようなコメントをしていたのですね。失礼いたしました。ちなみに今夜も酔っ払ってますね。お金儲けしたいわ。中地さんみたいに。酔っ払ってたんだ。でもあれは別になんかめちゃくちゃアンチだと思ってそういう感じにしたわけではなくて、なんか動画の切り口というか動画の見せ方的にアンチ乱入してきたみたいな方が面白いんで、なんかそういう風な感じで切り取らせてもらったんですけど、なんか別にそんな腹立ててるとかそんなのないんで。いや、こちらこそ、なんか、すげえいい動画のネタを提供してもらったなと思って。まあでもなんか、ああいう話ってあんまりしない。何話したか正直あんまり覚えてないけども。でもそんなにこう突っ込まれることってないので、なかなか。いや、それこそブログを運んだろみたいな。これってあんまり言われることないから。なんかそういうのを話しているのも結構僕は好きですけどね。まあ最初からこっちの意見を聞く気ないみたいなのは正直うざいですけど、そうじゃない限りは。なんかちゃんと説明して分かってくれるんだったら全然いいですけどね。まあその時の会話もね、最終的にはなんか動画を見てくれてるみたいな話に落ち着いたので、ありがとうみたいな感じで終わった気がしますけど。そういう議論はすごい好きなので、全然言ってもらいたいです。むしろ動画のためにはそういうのを言ってほしい。何もないとつまんないんで。いや、みんなも面白くないですか？そういう方が。いや、ブログを運んだろうとか、お前本当は儲かってないんだろうとか。なんかそんなのに答えてる方が見応えもあると思うので。だから、ある種ウィンウィンなんですよね。そういうのって。見てる方も楽しいし、僕も動画のネタできるし。で、それで動画再生されたら、それはそれで YouTube としては成功なわけで。そう。あの時の中地さんが生き生きされていましたね。アンチ乱入してきた動画ね。いや、面白かったですよね。面白くないですか？ああいうの。僕は見てるのも好きだし、まあ僕はどっちかっていうと当事者で答えていた側なんですけど、でも他の人がそういうのやってたら僕は好きだし、面白いなと思いますけどね。どこを調べても解決できなく、実行したけど治らないので質問します。投稿画面でサイドバーが下へ潜り込んでしまうのですが、直し方がわかりません。投稿画面って何？ワードプレスの？まあなんかのプラグインじゃないですか。邪魔してるんだったら。プラグインか、画面の横幅が小さいか。画面のウィンドウをこう小さくしていくと、ワードプレスのあれってサイドバー落ちるんじゃないですか、下に。まあでもそれがあんまりサイドバー下に潜り込んでも困ることない気がしますけど。サイドバーってこっちの右側のサイドバーじゃないのかな。この左側の、あれなのかな、メニューみたいな。外観とか書いてあるやつ。プラグインとか。あれの話かな。まあ、どっちかわかんないけど。まあ、でも大体そういうのはなんかのプラグインだと思います。自分で CSS とかいじってないんだな。あ、思い当たらないっていうか全部消すんですよ、一回。一個ずつプラグイン停止して直るかどうかっていうのを確かめます。なんていうの、思い当たらないですよ、そりゃ。それ考えてわかることじゃないので。一個ずつ確かめればそれで終わりなんで。そのプラグインが干渉してるかどうかみたいなのは。普通に一個ずつプラグイン止めながらやっていくのが良いです。まあもちろん何か他に原因があるかもしれないですけど。まあでも大体プラグインです、そういう系は。てか他に何もないんでね。自分で何かをいじってない限りは。プラグインで何かが変わる以外には。だってみんな同じなんで、使ってるもの自体は。ワードプレスっていう仕組みはみんな同じものを使ってるんで。なんか実際に確かめるっていうのは、まあ今回のこの点だけじゃないんですけど、めちゃくちゃ大事なことだと思います。その考えてわからないことは実際に確かめてみる。それが不可能な時もあればできることもあるので、まあ、今回の件、プラグイン1つ止めるなんてもう余裕でできるんで、それはもうやった方がいい。考えているより早いんで、やった方が。ブログしてみたいけど40の派遣なので何を発信したらいいか悩みます。それはね、悩みましょう。まあでも最初はあんまり悩まなくていいですけどね。その悩んで結果を結論出そうが、何しようが同じなんで。まあ、どうせ間違ってるんです。最初にやることなんて。だからどうせやり直すんであんまり気にしなくていいです。ブログレビューでメリット赤、デメリット青が横に並んでるのをよく見るのですが、こちらのプラグインなどを使っているのでしょうか？ググっても出てきませんでした。それ多分テーマのデザインを使ってるんだと思います。なんかそういうのを、表示しているブログのテーマを調べてみると。多分同じテーマ使ってるんじゃないかなと思います。まあ、プラグインでもあるかもしれないですけど。コナンの声を AI が学習して歌うというのがありました。今後は声優がなくなっても AI でなんとかなりそうですね。おー、確かに。あれでしょ？だから。ルパン三世の声優なくなっても。フリカンさんが後を引き継ぐみたいな。そういう感じ？まあでも全然あるでしょうね。いや、でも、どうなんですかね。確かに。そう言われてみると、AI の発展で困るのって、声優とかめっちゃ困るかもですね。まあ、全部が全部とは言わないけど。でも普通に、今までのやつを、今までのデータをもとに AI で作ったやつでも、なんかそんなに違和感なく見れる時代がすぐに来ちゃいそうな気はしますよね。普通に。顔が映ってるわけでもないから。全然違和感なく気づかれないパターンとかありそう。吉太郎さん、副業のためにブログを4月に始めて、ライティングを学んで今はウェブライターで始めて、副業で5桁稼ぎました。おめでとうございます。思った以上に自分の事業で稼ぐのって嬉しいですね。悩んでる人はパソコン1台で稼ぐことにチャレンジした方がいい。お金はそのうち回収できますし。まあそうですね。まあ続けてればそのうち回収できる可能性は結構高いけど。確かに。いや、でも稼げたんだったらそれは何より。まあ、やっぱやり出さないとね、お金も稼げないんで、やっぱ何かやってみるっていうのは大事なことだと思います。なんか悩んでるんだったら、副業やろうかなとか、ブログやろうかなとか、YouTube やろうかなとか、何かで悩んでるんだったら、とりあえずやってみる。ABC の秋のバーベキュー応募しました。またお話できるの楽しみにしています。これね、申し訳ないけど僕行けないんです。次のバーベキュー。初めてなんですけど、まあちょっといろいろと家庭の事情だなんだで、ちょっとオフ会みたいなのに行けないので、ちょっとまたその次ぐらいは行けるかなと思うので、まあでも僕行けないけど、ひとりさんはいるし、他の人もいっぱいいるんでね、なんかいろんな人と楽しんでください。ほんまは行きたいんですけどね。ABC オンライン記事添削サービスありますか？記事添削サービス自体はないかな。6ヶ月ぐらい在籍していると、添削するみたいなサービスあったりします。ちょっと調べてもらえるとなんかそれ以外は有料でもやってないですね。まあ、あとは普通に、なんだろう、コミュニティの中にフィードバックを出すか。まあ、それでも別にいいか。僕とひとりさんが添削するみたいなのは全然ないんですけど。なんかそのコミュニティの中にフィードバック部屋みたいなのがあったりとか。まあ、あと少人数で、こうブログの相談できるみたいなのも定期的にやってるんで、そういうところで相談するとか。でも全然いいと思います。亡くなった家族の声を AI で再現するサービスとか今後出てきそう。確かに、全然ありそう。なんかなんだったら、その亡くなった家族がもうそこにいるかのように、なんていうの、映像を映すみたいなのありそうですよね。亡くなった家族と喋れますみたいな。全然ありそう。AI の可能性すごいですよね。野沢雅子さんが亡くなっても、悟空の声を AI ができちゃうってこと。きっと古い音声で大山信代さんのドラえもんも再現できちゃいそう。ああ、できそうですよね。まあ、しかもめっちゃ特徴あるし。いや、どうなんだろう。特徴あるからこそ難しいのかな。でもね、ドラえもんの声優も一新されましたけど、やっぱり、最初の初代のドラえもんの声、その大山信代さんのドラえもんの声が一番しっくりきますよね。今はだいぶ慣れましたけど。まあでも全然できそうですね、そういうの。映画で脳みそから昔の家族の記憶を抜き出して会話するみたいなのありますけど、そのうち似たようなこと起こりそうですね。いやー、確かに。すごい時代ですね。なんかあれみたいな。それとはちょっと違うけど、マイノリティリポートみたいな。未来を予測して、未然に犯罪を防ぐみたいなね。そんな時代がもしかしたら来るかもしれない。マイノリティリポートめっちゃ前ですよね、もう。あ、20年前なんだ、あれ。やば。亡くなった家族と話せるサービスは認知症の方にはいいかも。ずっと生きてると思ってるので。ああ、確かに。確かに確かに。まあでもそれこそ認知症のね、症状とかも改善できる可能性もありますよね。なんかいろいろその辺の研究も進んでるみたいなのを何かの動画で見たので。メガネが色付きでかっこいいのですが、どこで買われたものですか？どこで買ったかはわからない。覚えてないです。その辺のメガネ屋さんです。その辺のメガネ屋さん。売ってると思いますよ。なんかそんなに珍しいものではないので。今、もう売ってると思う。そんなに前に買ったもんじゃない。何年？ 2、3年前かな。とかに買ったような気がします。そんなに高くないけど、そんなに安くもない。3万とか4万とかそんなもんだと思います、値段は。なんかちょっと古い型なんですよね、メガネの型として。メガネ自体は別に古くいいわけじゃないんですけど、型として古くて、丸メガネで、ここのフレームのところが若干変わってて。まあでも探してもらったらなんかあるような気がしますけどね。そのなんていうの、いろんなブランドのメガネ扱ってるようなところに行けば、割と置いてあります。こちらのライブの前に中地さんのバードアプデの番組見ていました。それで自分の PC から Chrome 開いたら7月のアプデのままでした。やはり時間差あるんでしょうね。ああ、でも時間差あるみたいですね。なんか僕はできるんですけど、そのバード。うちのスタッフはできないって言ってましたね。時間差あるっぽいです。まあなんで、ちょっと待っててもらったら。いや、めっちゃすごいですよ。動画でも喋りましたけど、バードめっちゃすごい。普通に。まあ文章生成の部分はそんなに変わってないんですけど、画像認識の部分がめっちゃすごいですね。精度がめっちゃ高いです。日本語にも対応したんで。だから画像の中の文字を認識するみたいなのも、めっちゃ精度高くできます。まあ、その辺、YouTube で出してるんで見てください。あと、その回答のファクトチェックをするみたいな機能もついてて、ボタン一つでファクトチェックができるようになりました。これもね、神機能ですね。まあ、神アプデって書いてあるんですけど、マジで誇張なしで神アプデだと思う。なんかその動画を撮ったのと同時くらいか入れ替わりぐらいかで、そのチャット GPT の方でもそういう、画像の方を読み込めるようになって、画像認識みたいなものができるようになったんですけど、でもあくまで向こうの方はチャット GPT プラスとチャット GPT エンタープライズだけの展開で無料ユーザー使えないので、やっぱね、そういうところはね、Google 強いですよね。無料ユーザーでもガンガン使えるようにしていくんで。やっぱ強い。もう資本力が違う。そもそもの。どうしても、オープン AI って、まだまだね、その Google に比べれば、当然企業としてはめちゃめちゃちっちゃいわけなんで、そうなってくると、無料で全部のユーザーに開放するみたいなのできないんですけど、バードはマジで無料でガンガン開放していくから、すごいですよ。これはね、やばいですね。で、秋ぐらいに新しい言語モデルでジェミニっていうのが出てくるっていうのが噂になってるんですけど、それが出てきて、いよいよ文章生成の能力とか高まったら、マジでチャット GPT やばいっていう可能性は全然あるかなと思います。でも、チャット GPT はチャット GPT で、またね、GPT-4 の次の言語モデル用意しているみたいな話があったりするんで、だから、ここはね、マジでめっちゃ楽しい。めっちゃ楽しい。ほんまにすごいですね。ほんまにバードの今回のアップデートはかなりすごいので、ぜひ興味ある方は、今日のうちの YouTube 見てください。ラボットが中地さんを見ている。寝ちゃいましたね。充電中ですね。まだ寝るには早いんで。あれ、いいですよね。あのボーダーの服。僕結構気に入ってるんですけど。でも花の色は前のやつの方が良かったですね。今オレンジっぽい色になってるんですけど。誕生日限定からって言われて変えてますけど。普通に茶色に戻します。早速メリルのステーマ規制設定を行いました。非常に助かります。それは何気です。ブログ始めた時の集客のための準備として X で売名しようとしていたんですが、フォロワーは全然増えない。SNS も中地さんのアドバイス参考にさせていただいてます。SNS のフォロワーもそれは簡単に増えないですよ。そんなに簡単に増えたら苦労はないので。まあその簡単に増えないフォロワーをどうやって増やすっていうのを考えるのが仕事なんですけどね。SEO もそうなんですけど。なんか記事書いても SEO が全然上がりませんみたいな。相談めちゃめちゃあるんですけど、なんかそれを考えるのが仕事なんで、考えましょうっていうだけですね。なんか言ってることって何かって、バットめっちゃ振ってるけどホームラン打てません。どうしたらいいですかみたいな。いや、それはバット振ってるだけでさ、ホームラン打てるんだったらみんな、甲子園球児はみんな、なんかプロ野球選手になっちゃうじゃないですか。はい、でもそういうことにはならなくて、やっぱホームランバッターとそうじゃない人っていうのが生まれるわけで。だからホームランしたいんだったら、そのバットを振るっても、ね、振り方もあるだろうし、で、バット振ってるだけじゃなくて他のこともやんなきゃいけないだろうし、まあ筋トレやるとかね。まあいろんなこと考えなきゃいけないと思うんですけど。まあ SNS のフォロワーも同じですね。ただ投稿してるだけでフィーレアは苦労しないので。まあしかも今なんて山ほど有益な投稿あるわけで、そうやってインフルエンサーというかフォロワー増やしたいってみんな思ってるんで。だからその中で自分が目立っていかなきゃいけないので、それがどうしたらいいかっていうのはやっぱ考えなきゃいけないですよね。まあそれが難しいけどそれが難しいからこそ価値があって、価値があるからお金稼げるという。メガネのブランドを教えていただけないでしょうか。メガネのブランドを教えましょうか。アイバンだと思います。アイバンの、めっちゃあるな。これですね。これかな？ブラック。あとスモーク持ってるんですよね。これとこれを持ってますね。この丸メガネ。これのレンズの色が変わってます。まあ他にもいろんな色ありますけど。4万ぐらいかな？多分。PC の挙動がおかしいときセーフモードで起動するのと同じ。PC のセーフモード懐かしいな。ブログ5年やって7月までネット収入月5万円くらいだったんですけど、アプリでブログ収入10万超えて YouTube も収益化したことで今月25万円くらいいきそうです。すごくないですか？ちょっと褒めてください。いや、すごいでしょ。めっちゃすごいやん。すごくないですかって僕口癖らしいんですけど、マジすごいと思う。AI の説明してるときによくすごくないですかって言っちゃう。多分今日のGoogle Bard の動画でもすごくないですかって言ってるはず。だってめっちゃすごいから。めっちゃすごいと思う、普通に。7月までネット収入月5万円。まあ月5万あるだけでも大したもんですけど、それが、まあ原因がアプデであれなんであれ、ブログ収入10万超えて YouTube の収益化して今月20万、25万いきそうでしょ。いや、すごいよね。25万って普通に本業よりもワンチャン多いぐらいでしょ。めっちゃすごいと思う。これはもうちょっとじゃなくていい。大いに、自分を褒めてやってください。僕だったらめっちゃ自画自賛しますね。僕そういうのめっちゃ、天才やんってめっちゃ言うんで自分のこと。何かあると。今めっちゃ天才やんって。天才ではないんですよ。天才ではないけど。うちの嫁にはよく自己肯定感高すぎるやろって言われます。ちょっと早起きしただけで天才やんとか言いますからね。天才のハードルめっちゃ低い。マイノリティリポート結構よくできてて、面白くて好きな映画です。というか、またもや20年ものですか。いや、そうですよ。めっちゃ前。でも面白いですよね。ちょっとエグいシーンとかあるけど。チャンネル登録よろしくお願いします。